こんにちは、今日はこちらです。サムネイルにも出してるんですけど、ジャーマントレーナーです。ちょっと久しぶりにジャーマントレーナーを購入しました。今回はね、マルジェラのジャーマントレーナーなんですけど、以前の動画でね、マルジェラのジャーマンあんまり好きじゃないというか、そういう話をね少ししてたので、それにも関わらずね、今回また購入したので、そういう部分のお話とか、過去のね購入したモデルとかも出していろいろ比べていきたいと思います。今回はこちらのね、ジャーマントレーナーになります。これはですね、少し前のモデルになります。今現行で出てるものではなくて、去年かな、一昨年かなぐらいのモデルになります。このパターンはですね、ちょっと麻っぽい表面のアッパーになってて、そこにペンキが垂らしてあるようなモデルになってます。ジャーマンは基本的には白ベースのスムースレザーのものを基本は着用するんですけど、こういう少しデザイン的に遊びの強いものはたまにこうマルジェラで買ったりしています。このタイプのね、加工のものは、旅ブーツの方にもですね、同じ素材で、同じデザインのものがあったりしたんで、それも可愛かったんですけど、旅ブーツの白系はね、ちょっと他のモデルを購入してますので、今回ジャーマンでちょっと今までの買ってきたレザーの雰囲気と少しこう違うモデルが履きたいなというので、ちょっと探してたんですけど、買おうかなと思った時にはね、どこにもなくて、もうタイミング逃してしまったなという感じで、しばらく諦めてたんですけど、でね、この話を、友達としてたんで、その友達が、海外のねサイトで、僕のサイズが置いてあるところを見つけてくれたらしくて、たまたまですけど、そこで、一足購入しました。久々のジャーマントレーナーになります。以前ジャーマントレーナーで、マルジェラのジャーマンがあまり好きじゃないところっていう部分は少し話したんですけど、ちょっとねタンが分厚いんですよね。僕は今、このペンキの最初期のモデルと、あとこういうね装飾がついた、ジャーマンを履いてるんですけど、これに関してはもうタンがどうとかっていうよりは、このデザインで購入してるので、でベーシックな普通のホワイトのジャーマンは僕田中ユニバーサルのいつも履いてて、これがちょっとシルエット的に、オリジナルに近いかなという感じ。あとはこの少しペラッとした革も好きですし、なんかこうクタクタに、なるのも雰囲気いいかなと思って、田中ユニバーサルも履いてるんですけど、ただこれもこれで、細かったりとか、甲がちょっと低かったりとか、あくまでこう日本人向けっていうよりは、ヴィンテージオリジナルに近いっていうような作り方で作ってるシューズなので、ここはここのマルジェラのジャーマンとちょっと考え方の違う購入の自分のポイントだったりするんですけど、これ僕はもう5足目ぐらいかな、この普通のジャーマンは。なんですけど、まだこれは綺麗なんで、これはこれで履くんですけど、今回は少しね、遊びの効いたデザインになってます。それこそこの一番ベーシックなタイプをマルジェラで選ぼうとすると、シルエットがちょっとポテッと丸っこいっていうのもありますし、タンの部分もあるし、あとねここもねスウェードなんですよね。ここはねスムースレザーで、スウェードは、先端だけでいいかなと思ってるタイプなので、ベーシックなホワイトのジャーマンは他のブランドで購入してます。だからこういうのを買うときはもうこのシューズでしか再現できないデザインかなと思うときには、好みのシルエット云々よりもそっちを優先したりもしてるんですけど、今回はそっちの購入のポイントで選びました。でですね、マルジェラのジャーマンはデフォルトでこのねストレートに結んであるんですけど、スニーカーは基本ねオーバーラップでレース通して履きたいので変更したいんですけどね、こっちのタイプももうペンキがシューレース通した状態でペンキを乗せてるんで、
ちょっと変更しづらいのと、これももう一回外したら大変なんで、これはこのままもうシューレース見えないですし、このまま履いてるんですけど、今回のに関しては、シューレースは若干ねペンキが乗ってはいるんですけど、このアッパーにかけてある塗料とはちょっと違うもので、アッパーはね割としっかりめのペンキで、塗ってあるんですけど、シューレースは若干変えてますね。その面そのままっていうよりは少し、アクリルかな、塗料で何か乗せてる感じはあるんですけど、ただこっちみたいに、シューレース込みでデザインをしてるっていうよりは、別々に、塗ったものとなってるんで、今回はねシューレース戻そうかなと、戻すというかオーバーラップでね、付け替えようかなと思ってるので、ちょっとそれで履いていきたいと思います。あとですね、サイズは、僕はマルジェラのシューズは全部42で買ってます。僕ナイキは 27.5、 まあだいたいスニーカー 27.5、 モデルによって若干変えてるものもありますけど、基本 27.5 で、42で、本当はね 42.5 とかがあればそれがいいかなと思うんですけど、なかなかこうハーフサイズっていうのが出てたり出てなかったりとか、日本に入ってきてたりなかったりとかっていうのがあるので、基本も42で探すようにしてます。まあそれは窮屈なことはないですけど、ジャーマンのねサイズ感に関してはよく聞かれるので、質問もですね、どこどこのブランドがこれで他のジャーマンだとってなると、全然もう同じジャーマントレーナーでももう別のシューズだと思ってサイズは、見た方がいいかなとは思ってるので、それこそさっきの田中ユニバーサルだったら僕28なんで、気持ち大きめです。まあ、同じジャーマントレーナーだからといって他のブランドのジャーマンと比べるのはあまり意味がないかなと思うので、そのブランドで何センチがちょうどいいかっていうのを把握しておく必要があるかなとは思うんですけど、まあそんなピタピタでね、スニーカー買う人も少ないかなとは思うので、ちょっとゆとりを持ったサイズ選んだ方がいいと思います。で、タンが少し厚みがあるので甲の圧迫感を僕は感じてしまうのと、あとはね、まあこう表面がねレザーが貼ってある、インソールがあるんですけど、そこまでぺったんこでもないです。割とふかっとした感じがあるので、この厚みもあると思います。なのでまあここは僕はいつも薄いのに変えてるので、これはもう使わないんですけど、なるべく甲までのゆとりをとって、シューレースを、しっかり締めたいなというところで、いつもねローカットのシューズとかそういう履き方してるんですけど、あとはまあマルジェラで、ほとんどのジャーマンにはそうなってるんじゃないかなと思うんですけど、シューレスをね外してもスリッポンタイプで履けるようにね、中にゴムが通してあるんですよね。それも邪魔といえば邪魔なので、まあ切るまではしなくていいかなとは思うんですけど、個人的にはあまりいらない仕様だなとは思ってるところです。ただまあそこまでね着用に影響出るものではないので気にせず、まあこのインソールだけちょっと変えて履いてるんですけど、そこだけ変更して履いてみたいと思います。
今まで買ったマルジェラのジャーマンは先ほど言ったみたいにデフォルトのシューレス通した状態のまま、履いてたので、きつく縛ることなく割とリラックスした着用といいますか、グッとね縛らずに履いてたので、今回のは少し、縛って履いてて、まあまだね馴染んでないのでそんなにグッとは縛れないんですけど、少し柔らかくなってきたらもう少しここをね狭く履けるかなという感じで、ちょっとイメージを変えた3足で履き分けていこうかなと思っております。まあ基本的には、ベーシックな白レザーのものが人気なのかなとは思うんですけど、ちょっとこういう素材の遊び方だったりとか、そういうのもいいかなと思って、結構ね長いこと探してたモデルだったんで買えてよかったです。まあどうしてもね、今のシーズン現行のモデルではないので、これおすすめですよっていうわけじゃないんですけど、まあなんか自分なりのこうジャーマントレーナーの楽しみ方という感じでお話しさせていただきました。前の動画でねマルジェラのジャーマンはあまり好きじゃないという話はしながら矛盾する内容で購入したんですけど、中学3年から、高1ぐらいから履き続けてるジャーマントレーナーなので、まあ、何足も買ってますけど、初めてのねレザー以外のアッパーなのでちょっと楽しみです。個人的にこのデザインはまあ一応こう朝の素材だったとしても、まあ、ホワイトベースのスニーカーで、さらに上から白で汚してるような感じ、一番クリーンな色で汚してるっていうところがデザイン的にねすごくこう惹かれるポイントで、まあ、マルジェラはねこう白ペンキのっていうのがもう初期から、たくさんあるんですけど、まあ、僕も旅とかはねそういうので昔のイメージを、感じられる加工がしてある旅を買ってるんですけど、なんか白で汚すっていうのがねすごくデザイン的になんかすごくいいなというポイントですね。なんかこういうので汚すのはね割とこう素人でも思いつきそうなもんなんですけど、まあなんかこれもね白から白っていうわけじゃなくて、少しねこうまあ朝特有のカラーに白がかぶって、まあなんか汚れてるっぽいクリーンなイメージじゃないんだけど色は白なんでみたいな、そこのねいい矛盾を感じられるデザインだなと思って、すごくね届いてこう実際見てからも、まあ、いい素材だな、楽しい素材だなという感じで、明日からねちょっと楽しみです。はい、今日は、マルジェラのジャーマントレーナーを紹介しました。今日もありがとうございました。